にちは、新運気科学です。今回はこのような問題を用意してみました。こんな感じの出発物にまずアルカリを反応させて最後に酸で処理すると何ができますかという問題ですね。この問題はこの出発物のまんま陰紙に出題されていることがよくあります。僕も 2,3 回見たことあるんですけど、これ知らないとおそらく解けないと思います。僕の人名反応の動画を全部見てくれてる方だったらね、この出発物、この構造を見て、でこの条件っていうことで、あ、あの反応だな、そしてこういう風になるなっていうのがすぐ浮かぶんだと思うんですけど、何にも知らない状態でこれだけ解かされてもおそらく解けないんじゃないかなと思います。今回の反応の大事な部分はここですね。ベンゼン環の隣にカルボニルがある、そしてその隣にカルボニルがあって、またその隣にベンゼン環があると。なのでここのフェニル基同士をつないでいる、これがないものと考えたここの部分ですね。ちょっと書いてみますけど、こんな構造ですね。これをくるんとひっくり返して、ここの部分とここの部分をつなげた構造がこれです。この化合物の名前をベンジルと言います。このベンジルってワードを聞いて、あ、もしかしてこの反応あれなんじゃないって気づけた方はすごいです。ぜひ一回動画を止めて解いてみてください。このベンジルっていうワードを聞いてもピンとこないよっていう方はね、ぜひこの動画で覚えて帰ってください。ということで今回紹介する反応は、反応名から言ってしまうとベンジル、ベンジル酸転移というものです。要するにベンジル、こいつですね、こいつがベンジル酸という構造に変わるよという反応になります。ちょっとそれを書いてみますね。このようになります。これね、よく見てもらったら分かるんですけど、ここの部分ですね、フェニル基から数えて1,2,3と3個目にフェニル基がついているんですけど、こっちの場合は1,2と2個目ですよね。つまり1つの炭素からベンゼンが2つ出ていると、そういう構造になっています。こっちをベンジル、こっちをベンジル酸っていうんですね。このようにベンゼン環の位置が変わっている、つまり骨格ですよね、骨格の位置がまるっと変わっているというのは転移反応を伴っているんだなというふうに考えることができます。じゃあそれを踏まえてこの条件での反応機構を書いてみましょう。はい、というわけでまずここですね、ここの KOH のマイナスの部分、こっち側がプラスなので、この OH のマイナスというのがカルボニルに攻撃します。そうすると、ちょっとこれ下に書きますけど、こういう風になりますね。ここの部分、カルボニルの部分に OH が攻撃して、ここの電子が上がるので、こういう風に OH がくっつきますよと。そうするとここの部分 O マイナスの構造になっていますから、ここの部分が戻ります。そうするとこれ戻った後に OH が外れると元の構造に戻っちゃいますよね。じゃあどうなるかっていうと、ここの部分ですね、ここの炭素炭素結合、この炭素とフェニル基の部分っていうのがこっち側に転移します。そしてここの部分がこういうふうに上がると、そうするとこのようになります。こういう風になるわけですね。こうすることでここの部分ですね、ここの部分が COH として外に出ます。あとは最後3処理ですから、ここの O- の部分にプロトンをつけてやれば、ここの部分がベンジル酸の構造になるというわけですね。このようになります。これで最初のベンジル骨格からベンジル酸の骨格へと変わりました。要はここですね、このベンゼン環同士をつないでいるこの結合っていうのがお互いなければ、こっちがベンジル、こっちがベンジル酸と呼ばれる化合物になります。今回の場合はこれ別に覚えなくてもいいですけど、こっちの出発物の名前がフェナントレンキノン、こっちの生成物の名前がフルレノールという名前がついています。この名前っていうのはここですね、この出発物の場合はここのケトンになっている部分が両方ここ sp2 炭素になっていますから、ここですね、酸素がなくなってここをつないだ構造っていうのがフェナントレンですよね。こっちの場合はここの OH と COH がなくなった構造っていうのがフルオレンという化合物なので、こういうふうな名前になっています。なので今回の動画、そんなに反応機構自体は難しくないですよね。ここの転移反応の部分さえ押さえてもらえれば、あとは最後3処理するだけなので、そんなに難しい反応ではありません。なので今回の動画ではそんなに反応機構は難しくなかったと思いますので、名前を4つだけ覚えて帰ってください。ベンジル、ベンジル酸、そしてフェナントレンとフルオレンですね。
この4つだけ覚えて帰ってもらえればいいです。このねフェナントレンキノンっていう名前とフルレノールっていう名前は別に覚えなくても大丈夫です。めちゃくちゃ余力がある方はねそれも含めて6個名前を覚えてもらえるといいんじゃないでしょうか。はい、というわけでね今回はベンジル酸転移を解説しました。この反応はね単にベンジル酸転移って呼ばれることも多いです。ベンジル酸転移の動画はね別に1本動画を上げていますけども、正直まあ反応機構こんだけなのでそんなに紹介することもないです。なので確かね3分か4分ぐらいの動画になってたと思います。ただこれ骨格が大きく変わって知らないと解けないような問題になっていますから、一問一答的なね生成物だけ書かせる問題として出題されることが多いです。なのでね今回の動画を機にこれをぜひ覚えて帰ってください。今回の動画役に立ったよという方はチャンネル登録高評価ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで今回の動画はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。反応機構アプリはこちらの QR コードからインストールすることができます。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それではバイバイ。